ラチャノック・インタノン、タイ語、英語、ラチャノック・インタノン、1995年2月5日イ、は、太陽国の女子バドミントン選手。2013年の世界バドミントン選手権、大会女子シングルス金メダリスト、ヤソート・オーン県出身。6歳の時にバドミントンを始める。2009年、世界ジュニアバドミントン選手権大会女子シングルスで、 史上最年少優勝を達成。2011年大会まで3連覇を達成。2012年、ロンドンオリンピック女子シングルスに16歳で初出場。予選2連勝で決勝トーナメントに進出し、1回戦でドイツのジュリアン・シェンクを破り、準々決勝に進出。準々決勝では中国の王に敗れた。 2013年の世界バドミントン選手権大会では、古典、ハノベ、カロリーナ・マリン、シングプサルラを破り、決勝に進出。決勝では、ロンドンオリンピック女子シングルス金メダルのリユキを2から1で破り、対人初の金メダルを大会史上最年少で獲得した。2015年のアジア選手権では、決勝でリユキを破り優勝。 2016年のリオデジャネイロオリンピックはシード4位で出場。グループリーグ2戦2勝で突破したが、決勝トーナメント初戦で山口茜に敗れた。2019年世界選手権では準決勝で奥原希望に敗れたが、2013年大会以来のメダルとなる銅メダルを獲得した。ありがとうございます。